ダブはユニリーバが保有するパーソナルケア製品のブランド。ダブの製品はアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、ドイツ、インド、アイルランド、オランダ、大王国、トルコ、アメリカ合衆国で製造されている。製品は35カ国以上で販売されており、女性用のみならず男性用の商品も供給されている。ダブの商標とブランドは現在は、 ユニリーバが保有している。エイジのダブのロゴには、ハトを意味するブランド名にちなんで、鳥のシルエットが添えられているが、その色は様々なものがある。このブランドの製品には、生姜、ダッシュスピレー、ボディウォッシュ、化粧石鹸、ローション、モイスチャライザー、ヘアケア製品、フェイシャルケア製品などがある。もともとダブは合成界面活性剤から作られており、 石鹸類は、ヤシの実の核から取った、植物油や、動物の脂肪から取った塩を使っていた。イギリス以外の各国では、ダブ製品の石鹸は、動物性脂肪から製造されており、植物油から作ったベジタリアン用の石鹸とは異なり、ビーガンとはみなされない。ダブの製品は、中性となるよう製造されており、水素用指数は6.5から7.5の間になる。二千六年、 ダブは、ザ・ダブセルフ・エスティームファンドの活動を始めた。その目的は、少女たちがより広く多様に定義された日に目を向け、自分たちにもっと自信を持つように、教育や刺激を与え、変化を手助けすることであった。これ以降、ダブは、第40回スーパーボールの際に75秒スポットとして、放映されたドーターズや、カンヌ国際広告祭で2つの賞を受賞した。 エボリューション、オンスロート、エイミーなど、主にオンライン上で視聴する短編フィルム並みの映像広告作品を数多く制作している。2011年のブランドトラストレポートによると、ダブはインドで最も信頼されているブランドの一つである。ありがとうございます。